新工場の建設でみやき町と協定を締結したのは、からし明太子の製造販売などを行う金葉とセンチャンフーズの2社で、両社の代表を務める吉永徳則社長と末安信之町長が19日協定書を交わしました。新たな工場はみやき町原古賀に建設予定で、延べ床面積はおよそ3000平方メートルとなっています。ガラス張りの工場では、からし明太子の製造工程を見学しながら直売所で買い物ができるほか、パスタ食べ放題のレストランも併設されるということです。明太スパゲッティの食べ放題をしますので、ぜひ小さいお子様からですね、年配の方もぜひ、お多数ですね、来ていただければ光栄だと思います。建設工事は来月から始まり、来年6月の事業開始を目指していて、地域の人を中心におよそ60人の雇用を予定しているということです。コマーシャルの後は佐賀のニュースと全国のニュースをまとめてお伝えします。